このお不動産なんかもですか。これは印刷ですね。絵はそうですね。印刷されたここは僕のところ。わあ、すごいですね、ここはまた。不動明不動明王。このでも不動明王さんはそのあたあたとキャバキャバしてるあの不動明王ではないんでいいですねこれね、はい。普通はもうなんかこう恐ろしい雰囲気がね。これ右は円の行者さんですね。はい、そうです。はあ、円の行者さんも来てたんですか。東山は真言宗第五派になりまして。あ、第五派ですか、はい。あ、それで縁の行者さんが。そうです。これも古いね、前期後期も いらっしゃいますね、はい。この不動明王もで、さっきのおっしゃっていただいているのがこれ愛染明王ですね。こちらは愛染明王。愛染明王さん、はい。わ、これもあの魚眼が入ってるのかな、目がピカッと光ってるから。そうです。明王と円満の鎌倉時代に流行った水晶が水晶入ってますね、はい。鎌倉時代ですね。わあ、これまた すごいの。で、先ほどおっしゃってたのはその聖子菩薩ですかね。なんか、わ、これも曼荼羅、曼荼羅ではないか。こちらは陸道の輪廻の。時のあれですね。陸道の地獄。地獄極楽の。時で昔の子供たちにこういうのを教えたわけですね。そうですね。こうもうちょっと近寄ったらなんかアップ下から撮ったらもうちょっと光らずに映るんじゃないかな。これ立派ですね、これも。へー、あー、そうですか。一般にはここはもう入れないですよね。そうでもない。大丈夫です。大丈夫、はい。あの先代が仏様は皆様にとても近い存在ですので、はい、近くまで行って拝んでいただきます。あ、そうですか。どう解放されます。いや、もう素晴らしいですね。京都では考えられない。近くまで来て。いや、先日この縁の行者の大峰さんね、はい、登らせていただいてね、はい、小林空海も大峰さんへ行って若い頃にね修行したと、はいはい、いうことで上がってきたんですけど、あ、ちょうど山開きにあたる、はい、あの大峰山寺の門を開くね、はい、その行事に朝の3時にね門を開くんですよ、はい。でこうあの辺で心経を唱えながらね、もうすごい行事でしたね。あ、それをちょっと寄せていただいて、空海のちょっと足跡をねいろんなところ寄せていただいてね、はい、今歩いてるんですよ。で今回はもうこのこちらの方の空海がお生まれになったというですね、この海岸寺、海岸寺っていうんですかね、はい、そこの奥の院がそういう場所だということで急遽分かりましてね、はい。でかつてはなんかその向こうのその空海の有名なお寺が八十八ヶ所のお寺がございますね、善通寺さん、善通寺さん、善通寺さんのところのその屏風ヶ浦というところがあってね、はい、そこでお生まれになったというふうに私は記憶してたんですよ。あ、で十数年前にこの四国を八十八ヶ所回った時にもね、はい、そういう確かお生まれになった看板が、はい、ご誕生書にそうありますね、近くのね、はい、でそこは彼を持ってたんですよ、はい。ところがね、屏風ヶ浦やから裏と書いてるから、ね、はい、海岸の近くでなかったらおかしいわけね、はい。でそれを調べてると、いや昔はそのお寺の近くまで海岸やったと言われてたんでね、はい、あ、そうなのかと、はい、まあ、そういうこともありえるかもしれないなということで調べてると、
まさにここが屏風ヶ原という、ね、地名の本命のところで、ここで生まれてるんじゃないかということが分かって、今回はまあちょっと寄せていただいた。そうですね。一応学説的にはこの辺りにすごく古墳がありまして、はい、お大師様が生まれる前から、はい、善通寺まで行かずにこの辺りまでしか海岸はなかっただろうと一応今は考えられております。うんうん、ただ善通寺も御誕生所として間違いなく、間違いない、はい、で善通というのは佐伯義道さんの義道というのを音読みにして善通という名前が付けられて、はい、ああそうか、お父様のお里が善通寺にあったところにありまして、はいはい、でお大師様が亡くなられた後江戸時代に、善通寺の方がここがとても信仰を集めておりまして、はい、で善通寺さんの方がご誕生所はうちだということを佐賀御所の方に、ええ、まあ、言われたんです。どうにかしてくれというお触れが起用しました、はい、で佐賀御所の方が江戸時代はお父様の方が、まあ、名家というか、まあ、お父様の里を建てる風習がありまして、はい、でまあ、ご出産もここでなされたということを、まあ、佐賀御所の方がお触れ書きとして出しまして、はい、ただここも信仰を集めておりましたので、まあ、海岸寺を潰すことはできず、はい、善通寺は御誕生所として残して、海岸寺は出家因縁の地として双方互いなく残りなさいというお触れを出して今に至ります。あ、はい、門前のところになんかそれ、そうです ね書いてましたね。出家因縁の霊石と、因縁の霊石と書いてましたね、はい、ここはそういうふうにされてるわけね。実際はまあここで生まれたんじゃないかと。そうですね、いうお産をされたのはお産をしたのはねと言われて、だからかつてはお母さんのお住まいのところでお子さんが生まれた、はい、で産屋というところがあって、はい、それがそのこの大師堂のところです。お母さんのお住まいはこの川の向こう側になるんですね。そうですね、仏門院という、仏門院か、あ、仏門院というのはそこがお母様のお屋敷跡と言います。ああそうか、はい、なるほど、そこまで分かってればもう本命ですね。そうですね、学説的にはそうですけども、その当時の、まあ、お上の方が言われたご誕生所というのは、はい、まあ、間違いなく善通寺、善通寺、まあ、両方ともご出身、うん、ご出身地として間違いないので両方残っている状態になる。かつてはなんかそのなんとか争いとかね、なんかちょっとどかに書いてることがあったんでね、はいはいはい、そういうふうにまあきっちりと、ことですね、はい、なんか裁判立たれることになって、そうですね、でなんか大覚寺の人がそんなことをするなということで、で今お話していただいたように収まったと、はい、いうことですね。この駅にいらっしゃったというのは間違いないんでね、はい、そうですか、ですので江戸時代にとても大師信仰というのが広まりまして、はいはい、まあ、その時にだいぶ善通寺さんも屏風ヶ浦と名乗るようになって、はい、まあ、うちこそ誕生所だという、まあ、その時の風習が今もう残って、あ、それがもう通説一般的になってるから、誕生所というふうに、はい、まあ、88箇所の一つにも入ってますし、はいはい、ここは別格になってましたね、確かに、ね、そうですね、ここは別格の二十霊場、二十霊場の中の何番になるんですかね。18番ですか、はい、あ、だから通常その88箇所私も回ったんですけど、はい、こういうところにはもう来ないですわね。あ、うん、一番有名なのは88箇所回った途中で空海さんがね、橋の下で、はい、豊川橋ですね、なんか一夜を過ごされたと、はい、いうところはすぐ横にあるのでね、はい、そこは見に行くんですけど、あ、ここまで来る方というのはもうないですね。普通これだいぶ離れてるんでしょ。そうですね、88箇所前巡りの通路、それでも結構ここがご出生地ということを知っている方がいらっしゃいまして、はいはい、で別格二十霊場を回っている人なんかがすごく増えてはいます、ね、うん、ああなるほどね、先ほども来られてましたしね、はい、いや先ほどの方は別格回られてるんですか、いや違うんですと、88箇所と別格と両方今回ってるんですという方がいらっしゃって、はいはい、だからということはもう1ヶ月では回れないですね。2ヶ月近くかかる車だと、まあまあ、歩いておられたんですよね、あの方ね。歩きだともう1ヶ月半。半以上かかりますね。1ヶ月じゃないですね。半年かかりますね。半年かかりますか。150日程度と言われております。
はあ、それを目指しておられるんだよね、あの人は。そしたら、はあ、それ別格の、あの、あれは離れてますもんね。そうですね。ものすごい、私も、はい、あのかつて八幡所回った時に別格も一応車で回りましたんで、ね、行こうと思って行ったらもうとんでもないようなところですよ。そうですね。でも蜘蛛の巣張ってるしね、もうね、閉じも、あの、全部もう表は閉じられてるし、隙間からこう覗くというね、あ、そういう状態のところ多いですね、別格はね。ペンペンのところ多いですね。別格はまだ農協場とかも開いてるところが、まあ、あるんですか。あると思います。あ、そうなんですか。はい、もう最近また88箇所と別格は、はい、まあ、結構盛んに回られるかな。あ、そうなんですか。はい、うん、あの最近88箇所の霊場がすごく、霊場として88箇所しかやってない状態になってますけども、はい、少し前まで僕の先代の代もなんかは、あの108が煩悩の数になりますので、うん、88と20で108になるので、まあ、それをありがたがって、あの、回られる方も、農協なんかも一冊で108集められるようになってたんですけど、最近はあの88霊場の、まあ、霊場会というのができまして、はい、その霊場会があの88専門の農協証なんかを作って、まあ、88しかないと思われている方も結構、うん、そうですね、私そう思いますね、はい、あ、そうかね、合わせて 108? はい、ということは108つの鐘の、あの除夜の鐘なんかも108つかな。そうですね、はい、その数字と合うわけですね。そうですね、煩悩の数というわけ。ということは、88に20をつけると108になんねや、はい、あ、そうやな、別格じゃないねや、別格になってるけど本来は108やった。いえ、そんなもん。本来はあの88箇所というのは明治時代までは神仏集合でございまして、はいはい、まあ、今の88箇所は全てお寺ですけども、はい、昔はあの神社、同じでしたね、仏閣全て合わせて88、まあ、一応四国で88の神社とお寺が、はい、88あった、あったというか、まあ、そこがまあ一応、はい、あの右門三郎さんが歩いた道として、うん、まあ、残っていたわけですね、ええ、でお大師様にゆかりのある地として残っていたというものでもなく、ものでもないね、はい、右門三郎さんという方があのお大師様をに会うために回った、うん、でその場所もね、50箇所ぐらいはね、なんか帝の天皇に深いそういう、あ、そうですね、直眼所がとても多いです、ね、言われてますね、はい、それ皆さんあんまりご存じないですわね。ああ、そうですね、行司さんが開いたところも結構あって、ああ、はい、それに別格があるということで、別格はどういうお寺になるんですか。別格はお大師様に、まあ、ゆかりのあるお寺、ゆかりのあるお寺、あ、そうかな、88よりも別格の方がゆかりがあるわけやね、お大師さんの。そうですね、結構言い伝えが豊川橋とか、そう、先の橋のね、たもとをね、お大師様がこんな修行をしたとかっていう場所が、あ、そうでしたね、多いと思います。で、あの橋の上をあの遠藤さんが歩くときは、はい、強すぎたらいかんねん、そうですね、お大師様がいう話が有名ですもんね、はい、うん、こちらもそういう話があるんですか。ここはもうご出生地、ご出生地のもうあれであれが多いですね。なるほど、今日はいい話聞きましたね、ま、勉強になりました。でも、あ、向こうでもまだお話お伺いできますか、はい、ありがとうございます、はい、そうか、うん、すごいね、先代のお坊さんがこれ書かれた、はい、こちらがあの先代の、あ、そうなんですか、先代さんのままやりちゃったね。結構楽しいね、もう書画、はい、これもう達筆だったんですね、こんな面白いのね、あ、これもまたもうすごいね、神谷神事ですね、はい、すごいな、ちょっとまた時間になったらまた帰りに行っていただきたい。僕は何時頃まで食べてるんですか。5時まで。5時まで。あ、20番霊場のこれも販売されてる。これは昔20霊場を回っている時に
これをいただこうと、いただいたやつを、それぞれ回っていって、これを買い求めてきて、こうやれば、はい、農協の農協で、そうなんですか。まだちょっとゆっくりと。